なんか強く言ってるように聞こえてたみたいやね。中田さんが死んだという事実はございません。産業医のフルコンさんがこの会社を乗っ取る計画を。高田さんになんかバーバー言われてて、俺様が社長だ。法の名のもとに裁きました。社長が変われば俺たち救われるのかな。リカさんもうないよね、さすがにね。ないよね、リカマオないですよね、もうね。大丈夫よね。ないね、はい、大丈夫よな。好きに遊んでくれば。ずっとじゃん、ずっとじゃん、もう君たち。好きに遊んでくれ。役職欲しい、役職。よかった、来るな、欲しいよ。お前も やばいモードの高田さんだ今日。おしゃべりしてくれない。どうしたの喋ってくれないの。喋ってくれないの。すいません、すいません、すいません、申し訳ない。ギスンガス、ちょっとのっち、間に入って。なんで俺が入らないといけない。なんで俺が入らないといけないんだよ。もうそんな人の早くあっすげーよ。すいません。うわ、終わんなかった。間挟まれるのきつい。捕虜がパワハラ白があります。パワハラ白パワハラ下側高田健志白で、された側中野内真央が白です。はい、白です。おい、誰かもあれ、もう一回言ってみ。いや、本当にご指導いただいてて、本当にあの勉強になって。本当にパワハラは本当にあったんですか。ないです、ないです、ないよな、中野内もないよな、パワハラな。ないです、本当にあったないな。OKOK、じゃあ議論どうぞ。もしパワハラがあったのであれば、この会社は終わりですが、本当にあったんですか。ないです、ないです、ないです、ないです。あ、では、よかったです。はい、じゃあ、中野、後で、この議論終わった後、俺、トイレで待って、トイレ行くからさ、なんか一緒にタバコ吸いに行こうよ、ラウンジで。優しい先輩だ。先輩出た。残った優しい先輩だ。はっちゃん見てますよ、でも、アーカイブで真央さんのこと叩いてる高田さん。密告。あの、この技は転んでついたものなので。何を言ってんのこいつら、ほんま。転んでついたものなんですね。階段で。書いてる。めちゃくちゃ。この会社、暴力はあったんですか？なかった。ないです。ないです。ないんですね。大丈夫です。ないです。ないです。ないよ。わかりました。よかったです。はい、私安心いたしました。余計な仕事を増やさないでくださいね。それでは、失礼いたします。先側だぞ、こいつ。使えねえ産業医だ。使えねえ産業医だ。高田さん、今度銀座でよろしくお願いします。接待されてる。接待されてるよ。まあ、お前がしっかりせえへんからやぞ。怖すぎだろ。ゴリゴリの圧が。おいでおいで。やめて。おいでおいで。先輩。タバコ吸おう、タバコ。タバコ吸おう、タバコ。なんかやられたりとかしてんの？大丈夫。いや、なんかまず真央さん、いやでもなんか、真央さんが、真央さんが、あの高田さんになんかバーバー言われてて、でそれ見てて、でそしたら高田さんがもうなんか、おい、お前もなちゃんとせよって言われて、でなんか間に挟まれて、でかあの、だゆっくりでちょっと断る。ゆっくりで。大丈夫。おお。あのね、ごめんなさいね、ちょっとあの、ケイさん、結構、普段強めにやったりとかしてます？なんかその発言とか、なんか人に強く当たりとかしてます？え、強く聞こえんの、これ。いや、なんか。何にもきつくやったことは一回もないよ、俺は。別に誰がとかじゃないけど、そういう声が届いてて、
で、やっぱそれに対してちょっと怯える人もいるかもしれないので、できればちょっとそういう言葉の使い方をね、柔らかくしてもらえる方がいいんじゃないかなと思うんですけど。あ、分かった。それはな、直すわ。じゃあ俺が悪かったな。ちなみに誰が言うてた？それはまあ中野地君が言ってたんだけどね。剣士は剣士で先輩としてちゃんと言わなあかんというかあったんやと思うけれど、言い方だけはちゃんとね。何か問題ですか？あ、でね、もう解消したんで大丈夫です。何も問題はない。ないしなかったです。問題なしと。中野地か、言うといてったから、これでもう大丈夫。中野地、議論終わった後、ちょっと飲みに行こうか。解像度が高すぎてマジで怖い。マジで怖い。あ、英語した。英語してないよ。やばいよ。やばいよ。はい。もう、俺は中野っちな。なんかどうやら、別に俺はそんなつもりはなかったんやけども。ちょっと。なんか強く言ってるように聞こえてたみたいやね。そんなことない。中野さん、申し訳なかったわ。そんなことない。関西の方なんでね、ちょっと語気が荒い時もありますからね。すいません。すいません、僕がダメなんで、僕が悪い出身なんでね。僕が弱いだけです。すいません。ね、すいませんでした。いや、長野地、まあまあ全然、だからこれから俺が気をつけるから。な、仲良くやろうな。あ、ボヘイですかね。なや、何が起きた。高田さん、皆さん静粛に、皆さん静粛に、特に高田さんが死んだという事実はございません。スキップをしてください。大丈夫です。なや、どうしたんや。中野さんは何もしておりません。中野さんは何もしておりません。俺は何も知らへんぞ。俺は何も知らへんからな。高田建築株式会社は今日も平常運転です。はい、高田大丈夫です。高田さん大丈夫です。でもこれで社長が変われば、俺たち救われるのかな。もう僕を切ってくれ。僕を切って、誰か。誰か消えてくれ。誰かシェリフいないの。シェリフ、この人を裁きます。お願いします。守りましょう。もういいです。ありがとう。すいません。はい、法の名のもとに裁きました。藤宮刑事、裁かせていただきます。藤宮刑事、はっちゃんと立ち会いました。産業医のフルコンさんがこの会社を乗っ取る計画を聞きました。高田健さん、まだ生きてるんだ。俺様が社長だ。結果的にはね、結果的には全て の海が吐き出したわけですから、これからみんなで一丸となってこの会社をちゃんとしていきましょう。俺の死体は、俺の死体はずっと言ってるよ。ありがとう。いや、素晴らしいお仕事でした。お疲れ様でした。あ、おろ、あ、面白い。海がどんどん殺されてる。誰が海じゃこれ。もしかして次の海は、次の次の海は考えてもフルコさんやろ。次は私は外部の人間なんでね。いえ。おー、あはは、産業用いなくなった。全部海が落ちた。アーカイブ20秒前に綺麗に落ちた。はっちゃん、あなただったのか。この船を救おうとしていたのはあなただったのか、はっちゃん。そうですよ。この会社を救おうと一番の負け人気になったのは、はっちゃんさん、あなただったんですね。あれ、負けちゃねえ、これ。あれ、勝てる。マオさんの手によってこの会社は崩壊を迎えます。最後にこの会社を潰したのはマオさんです。俺じゃないんだ。潰れた。これよく、トレッピーさんと藤宮さん見たんですよね。倒産しちゃった、倒産しちゃう。だから大丈夫だと思いますよ。トレッピー
お前が潰したんだけど死んでねえ。お前が潰したんだけど死んでねえ。いけナイスよーしよーしよーしあああああ俺最後のこんな茶番しかやってない回で一通になるの。いやいや一通じゃないよ。なってないよ。もう痛くないよ。もう痛くないよ。あの犯人はやっぱりリッピーさんだったんだけど、ピカさんが、そうだけど、でも考えてほしいのはこの会社を作ってくれたのは一体誰なのかって話なんですよ。一番海を出してくれたのはトリッピーさんなんですよ。私はね、そのね、一生懸命海を出してくれたトリッピーをね、追放することはできないんだ。青さんに入れます。いや、わけわからん。マジでわけわからん。わけわかるよ、さすがに。ごめん、青さん。わけわかるよ。わけわかるよ。ごめん、ただの。また新たな言い方。分かった、分かったっぽい。新たな言い方。分かった。やっと分かった。気づくの遅っ。気づくの遅っ。また因縁できたな。まだないのよ。イエーイ、やったー。よっしゃー。東京中央銀行からやってきた鳥沢直樹が全部乗っ取った。